タイだな。女性が乗っても似合うね、これもやっぱし。坂本さん、怖かったですか？デザイン担当の坂本さん、この B1 のデザインですね。はい、そうですね。この B1 は非常にキュートな感じのする車ですけれども、はい、まずか聞いたところによりますと ABCD4 種類あったんですね。そうですね。そのうちの A と B に、1台、2台、合計6台車があったってことですね、モデルは。そうです。そういうことですね。でそれの B の一案がこれで、一案がこの車。そうです。そういったら B1。 B1、はい、なるほどね。とってもユニークな顔してます。実はね、この車はね、今までの QX とラック2と違ってね、もしかしたら発売がないんですよ。本当に操車じゃない、これはきっと。うん、っていうことで、そうですね。まあそれはそこ置いといて、この車を説明聞きましょう。はい、まず一番の特徴はどこですか、この車の。今の車にない丸みっていうんですかね、まろやかな心地よい丸みを、モチーフにデザインしました。前輪駆動ですね、これは。そうです、FJ です。何かベースになってる車ありますか、日産の中で。一応ユニットはマーチのものですか。マーチ、はい、1000cc ですね。そうしますと。そうですね。例えばオーシーのミニクーパーとかね、カスタありましたね、はい、今でいうとフィアットパンダかな、はい、そういう非常にね、さっき言ったけど、可愛い感じがする車。ねえ、本当そうですね。それで実用車というかな、無駄なものは省いちゃって、はい、極めて機能的に作られて、都市のこう自分の足になってくれるっていう感じで、シャシャシャっていろんなところに。そういうことですね。ね、でおしゃれ気分も味わえますね。そういうことですね、屋根がキャンバスルーフで、はい、これがスライドになって、ヨーロッパっぽいで、はい、風なんですね。そうですね、うん、坂本さんですね、この車外観は小さいけど中は非常に広いですね。はい、一番こうなんていうかな、魅力的なのはこのメーター周り、はい、魅力的っていうのは非常にシンプル、非常にバイクチックなメーターね。時計みたいな感じですね。うん、ね、これドアの窓とそれから開けるところですか。面白いですね、これね。変わってるんですよ、デザインが非常に大胆っていうかね。それからエアルーバーなんかもね、あれそうでしょ。そうです、エアルーバーでしょ。ベンチレーターです。ベンチレーターでしょ。なんかこう、カーンと筒みたいなのが飛び出してる、ね、さっき言ってたんですよね、カフェバーっぽい感じですねって今話しました。それと、閉じちゃおうかな、このキーがね、ちょうどシートの、と言えますか、キーなんですけれども、それと閉めて、ちょうどね、シートの頭のとこと、うん、とても遊んでますね、いろんなところでね。川さん、エンジンはこれは今のマーチのエンジンと同じですね。そうですね、MA101T というターボ付きの 1000cc のエンジンです。これはやっぱしあれかな、発売されるとしたらこのエンジンでいくんですかね。いろいろ技術的に難しいことがあるんですが、この車にふさわしいエンジンをセレクトできたらと思ってます。これはターボ付きですよね。はい、僕なんかの趣味からいくと、こういうオーソドックスな車、ベーシックな車があるんで、それはターボなんかついてない方がいいような気がしますね。そう言っていただけると、あくまで経済性優先、実用性優先にしていただいた方が、この車らしいんじゃないかなという気がしますね。なるほど。あとどんなところに特徴あるでしょう、この車は。あとはですね、やっぱ丸めなんですけども、丸いランプなんですけども、普通の丸いランプじゃなくて、ちゃんと表情が出るように、形も、立ち上がり目を作って、こう角度が前向きになるようにしてます。てか、なんか前から見るとにっこり笑った車みたいな感じがする。ただあんまり目が上向いちゃうと、バカみたいな感じになっちゃったんですね。この子は愛嬌ですね。この車が発売されたとしたらどこまで売られるんだろう。そうね、どれぐらいなら。そうだな、150万円ぐらいかな。それやったらいいんじゃない。どうですか。なるべく安くなるように今。安いのに越したことないと思うな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。